じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私たちは、館林市の向井千秋記念子ども科学館から来ました、最年少を担当しておりますメガネーズと言います。よろしくお願いします。台所にある、身近なものを使った実験をいくつかやっていきたいと思います。あとは、はい、ちょっと重たいけどね、かぼちゃ。皆さんに質問します。ピーマンは浮くと思いますか？おー。いやいや、沈んじゃうと思う人。おこんにちは。こんにちは。今日のですね、はい、サイエンスショー、はい、どうでしたでしょうか。身近にあるもので、科学が分かってよかったと思います。子どもも一緒に楽しんで手を挙げたり発言することができてよかったと思います。何が面白かったですか。野菜の浮くやつが面白かったです。自分で